人の声が聞こえたな。急ぎ助けに向かうぞ。大丈夫か？俺たちが城まで護衛しよう。煉獄入り、助けに来てくれたんだね。ありがたや、ありがたや。
だ。あんたたち、ありがとうね。おい、誰か、誰かいねえか。監視の野郎、一人で先に逃げやがって。助けてくれ。二度と風呂なんか覗いたりしねえから。うわ、最低ね。こいつは助けなくてもいいんじゃない？そういうわけにもいかんじゃろう。罪人といえど大事な市民には変わりない。牢屋の鍵は魔物に取られちまった。そいつを倒してここから出してくれ。ついでにどこか安全なところまで連れてってくれ。まったく、ずうずうしいやつでげすね。
もう二度と黒には近づかねえよ。誰かいませんか。助けてください。扉の前に魔物がいて出られないんです。電光鍵に。待ってろ、今片付ける。行くぞ。おかげで助かりました。あ、でも僕一人で逃げるわけにはいきません。実はここまで逃げてくる途中で妻とはぐれてしまって。それは大変ですわ。早く奥様を見つけて差し上げなくては。一人で探すのは危険だ。俺たちも手伝おう。欲しいのですか。ありがとうございます。妻とはぐれたのはこっちの方です。僕についてきてください。一体どこに行ってしまったのか。おーい、僕だよ。出ておいで。上がるでます。
はぐれたのはこの辺りなのですが。おい、お前いないのかい。行ってこい。
行け。たわいない。あれは妻が魔物に襲われています。行ってこい。大変、早く助けなくちゃ。任せたぞ。本当によかった。お前、怪我はしてないかい？大丈夫よ、あなた。来てくれるって信じてたわ。うん、見せつけてくれちゃって。さあ、早いとこ城へ避難するわよ。片付いてね。任せたぞ。皆さん、本当にありがとうございました。このご恩は一生忘れません。勝つためには頭を使わないとな。